こんにちは、雄大です。今回は窓を開ける棒を固定したり、キャンピングカーの後ろ部分にスライドレールでテーブルを作っていきます。この棒の固定方法は100均に売ってたラバーバンドで固定してみたいと思います。意外とね、強度もありそうで安定感もありました。これはセリアっていうところで買いました。で、この棒はキャンピングカー DIY シャープ19で作りました。角材を削って炙って長さの違うものを6本作りました。ここはね、ちょっと釣り竿とか何かしら使いたいので、やっぱりここはやめてこっちの方がいいということで窓につけました。
はい、それでは最後にキャンピングカーの後ろにサイドテーブルみたいな感じで開け閉めができるようなスライドレールでテーブルを作っていきます。そうだ、メンテナンスできるように下からビスで打ってるだけなんで取れます。長方形にした方がいいですね。スライドレールの厚み分もカットします。今回はバタニアからスライドレールを何本か提供していただきました。重量用スライドレールといって VD2053 の 30cm タイプです。で、これの何がすごいかというと、なんと 120kg 分の負荷をかけても大丈夫という重量用のレールです。
6、ここが入ってロックかかってますね。なので引っ張っても空洞ができるんでね、この空間もなんか使いたいですね。